どうも、宅飲み場竹雄です。今日もよろしくお願いします。今日はスコッチですけど、こちらボトラーズです。イーラッハ、あ、アイリークですね。イーラッハとも言います。を飲みます。これはですね、アイラモルト、アイラのシングルモルトとなっております。蒸留所は非公開ですけど、まあ噂はいろいろ飛び交ってますね。いろんな噂があって、答えははっきりとはしてないんですけど、ラガブーリンか、ラフロイグ、まあもしくはカリラという説もあるんですけど、一番有力なのはラガブーリンらしいです。ラガブーリンじゃないかと言われているこのアイリーク、アイリークですね。これを今日は飲んでみたいなと思います。色は結構濃いですね、意外だ。はい、では早速開けて、飲んでみます。確かめたいですね。まあ分かるか分からないかは別にして、こうやってボトラーズものっていうのはどこの蒸留所かなって考えながら飲んだりするのは結構一つの楽しさではありますよね。はい、面白みはそこにあります。では開けます。よいしょ。はい、ではストレートをまずは注いで、はい、ではストレートですけど、色味は先ほど言いましたように割と濃い感じですね。まあ大体ボトラーズです。これで値段が2500円ぐらいなんで、そんなに年代いってるとは思わないんですけど、若いと思うんですけどね。アルコール度数40度です。まあおそらく、まあ、色がつけられてるんだろうとは思います。冷却ろ過もされてるんだと思います。はい、では香りから。香りは完全にアイラモルトですね。アイラの香りです。いただきます。アイラですね。塩っぽさが、アイラ独特の塩っぱさが一番にきます。煙たさ、もありますね。なんかこう甘さとかそういったものはあんまり感じられない感じですけど、アイラの特徴をとにかく前面に押し出したような、そんなイメージですかね。薬品臭さはそこまで強くないんで、ラフロイグじゃないと思いますね。ピート感がそんなに強いわけでもないんで、アードベックでもないような気がします。なかなかわからないですけどね。加水をしてみます。もともと40度なんで、加水をすると、ですね、若い原酒のような気がします。こなれてないというか、アイラらしさを前面に出すために、出すためにというか、出してそれだけみたいなイメージですね。特に特徴があんまり感じられないけど、アイラ好きの人にとってはこれはいいと思いますよ。2500円、何しろね、安いですもんね。とにかくコスパはいいと思います。ね、ただしアイラ好き限定ですね。ピートがダメな方とか、アイラが苦手な方はちょっと飲めないと思いますね。
で、続きですけど、余韻もあまり長くない感じです。はい、うん、すっきり切れる感じですね。多分原始的には若いんだと思います。そして巷で言われているように、やっぱりララブーリンか、ララブーリンでしょうね、カリラーっていう線もありますけど、ララブーリンの癖の強さがちょっと出てるような気がしますので、そんなような気はします。ちょっとね、あとロックも飲んでみます。はい、ではロックをワンショット入れます。まあやっぱりね、世間で言われてることっていうのが大体皆さんがもう飲みまくって出した結論なんで、まあ当たってるんでしょうね、長ぶりんでしょうね、多分そんな感じはします。長ぶりんの結構あのきつめの感じが出てます。ただし、オフィシャルのララブーリンと違って、なんていうかな、そういうアイラらしさだけを取り出したような感じで、奥深さとか余韻とか、このピートの奥にある甘みとか、そういったところはちょっと足りないような気はします。まあ値段が値段なんで、まあしょうがないかなという気がしますけど、はい、ではロックをいただきます。うん、やっぱりそうですね、もうザ・アイラっていう、これこそアイラですよっていうような、あのスモーキーさ、ピーティーさっていうのは前面に出してきてます。ロックになっても変わらないですね。ロックになって少しはなんか甘みとか出るのかなと思ったんですけど、苦みも出ないし甘みも出ないし、なんかさっきから飲んでてひたすらアイラですね。はい、変な言い方ですけど、そんな感じがします。まあ、あの何度も言いますけど、値段がとにかく安いんで、まあ、アイラ好きな人にとっては1本置いておいて全然悪くない一本だと思います。はい、ではハイボールを飲みます。はい、ではハイボールを作ります。はい、ではハイボールです。いただきます。ハイボールは正直な感想を言いますと、ハイボールにすると今やってるハイボール選手権アイラ、これに出ると負けますね。ちょっと水っぽくなって、なんていうんですかね、芯がやっぱりあのアイラらしさ、アイラのピート感、スモーキー感だけをかなり前面に押し出してる一本だと思いますので、奥に潜む芯がちょっと弱いのかな。ちょっとハイボールするとぼやけますね。アイラらしいスモーキーさとピーティーさは十分にあるんですけど、他がいまいち感じられないというか、そんな感じですね。はい、ということで今日の宅飲みバー竹はこちら、アイラシングルモルト、アイリーク、アイリークっていうのは島の民っていう、アイラ島の民っていう意味ですね。こちらを飲んでみました。感想から言いますと、何しろ安いんで、アイラ好きの方は1本置いておくのがいいんじゃないかなと思いました。アイラらしい、スモーキーさ、ピーティーさっていうのを前面に押し出した一本です。ストレート加水ロックでぜひお試しください。ハイボールになると少しやっぱ薄まった感じが否めないかなという感じがしました。はい、ということで宅飲みバー竹を毎日こうやっていろんなお酒を飲みながら遊んでおります。365日配信、お酒のこういうレビュー、いろんな企画、
飲み比べ、情報発信、いろいろやっております。お酒好きな方でチャンネル登録まだの方、ぜひチャンネル登録していただいて、お酒飲みながら見てください。はい、では宅飲みは今日はこの辺で閉店です。最後までご視聴ありがとうございました。